る。めっちゃ楽しみにしてた。なんかもう察してる人もいるみたいなんですけど、昨日はめっちゃもうずっと楽しみにしてた撮影があって、そう、それでね、なんかメイクをちょっとしてもらった、まあ、自分でもともとしていて、その上からちょっとなんかメイクしてもらったんだけど、昨日のそのやってもらったメイクがなんか韓国風メイクだったので、韓国風メイクをメイクさんにしてもらったんだけど、めっちゃ漏れててだってもともと自分がしていったメイクの上からちょ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 ってメイクしてもらっただけなのに、だから本当もう15分とか、もう本当そんなかかってないぐらい、10分ぐらいでやってもらっただけだったの。自分のメイクにプラスしてもらっただけなのに全然違くってめっちゃ漏れててなんでなんでこんなにほんのちょっとやってもらっただけなのにこんなに違うんだろうっていうぐらい本当に違くて、そうで、だからそれで、まあ、ちょっと教えてもらってというか、昨日そのやってもらったメイクをちょっと真似して、自分の持ってるものに似てるのないかなとか真似して今日はメイクしてみたでもさ、やっぱそうプロ本当にやっぱすごい、真似してメイクしてみたけど、どうだろう、そう、なんか昨日はやってもらったのが韓国風メイクだったから、なんか涙袋結構しっかりとか、あとツヤ肌みたいな感じで、そうめちゃくちゃ漏れてたから、ちょっと今日は涙袋いつもと違う感じでメイクしてみました。でもカラコンがちょっといつもより派手カラコンにしちゃったからあれだけど、まあ今日はね日向さんが主役なんですけど日向さん主役なんですけど、ちょっと今日のメイクも見てください見てください。仕事中なのでもんですか、そうだよね、ありがとう。そういつもよりもなんだろう、涙袋ちょっと濃いというかしっかりめに入れてみたね。髪型ね、なんだろう、日向さんに後で決めてもらおう髪型どうしようかな。でも自分の生誕祭の髪型はもうね決まりました。なんだと思いますか私の生誕祭の髪型、周りのみんなの生誕祭の周りのみんなの髪型も決めました。ツインテール、ツインテール、おい、めっちゃツインテール多い、めっちゃツインテール多いんだけど、高めツイン、あ、ハーフツイン、ハーフツインかツインの2択しかないんだけど高めツイン、あ、初めて違う髪型出てきた、え、やばい、圧倒的ツイン率、え、聞いて、もう言っちゃうけどツインにしようと思ってたにしようと思ってた。今みんなから言われなくても高めツインにしようと思ってた生誕祭、え、怖い、なんでこんなにみんなわかるんだろうって思っちゃったすごすぎ。去年ってか22歳の生誕祭の時は確かねじりハーフツインにしたんだよね。この辺こうとか、まあ花冠とかさ、かぶることを考えるとさ、下ろしてある方がやっぱ綺麗なのよ。こう花冠があった時に下に髪の毛ある方がやっぱ可愛いんだけど、見え方としてはね綺麗なんだけど、そうでもね今年いっぱいツインテールしたし、そうあとはその3部でやりたい曲、3部でやりたい曲がその現役アイドル中っていうさ曲で、あの斉藤渚さんナータンの曲なんだけど、その現役アイドル中の MV の斉藤渚さんがまさに高めツインなんですよ。そうだからちょっとそれに近づけたくて、それにしたくて
高めツインにしようって思ってたのにさバレてんだけど。そう、というわけで私は生誕祭は高めツインをする予定です。はい、そう、ナータンになりたかったんだよね。もうだから本当にもうさ、その曲のためにツインテールするって感じ。高めにします。だから楽しみにしてて。そう、でもなんか私その生誕祭の前にもう一回低めっていうか普通の高さのツインテールもどっかの公園でやりたくって、この高さのどっかの公園って言ってももう14か16しかないんですけど、14か16でこの高さのツインテールもしたくって。なんでかっていうと、あのなんか劇場公演300回記念のなんか盾みたいなのをもらったんですよちょっと前に劇場公演の出演回数300回を迎えて、その時なんかお花、カゴのお花はいただいたんですけど、なんか記念品みたいな形でファンの皆さんからなんか盾みたいなのを実はもらってて、でそれを2週間前くらい2週間前くらいに実はもう受け取ってたの。そうで、本当はもうもらってすぐ写真撮ってファンの皆さんにね、いただいたよってお伝えするべきなんだけど、だったんだけど、なんかその盾についてるイラスト、ファンの方が描いてくださったイラストが多分このリバイバル公演初日の時の私の絵を描いてくださってて、でリバイバル公演初日の時がこの高さのツインテールだったんですよ。でその絵を描いてくれてたから、せっかくだったらそれと全く同じ髪型にしてその盾と写真を撮りたくって。そう、でもさ、ちょっと最近生誕祭続きだったから、生誕祭だとやっぱそのメンバーのリクエストで髪型決まったりするから、なかなかそのツインテールするタイミングがなくって。そうで、本当はだからいただいてすぐにやりたかったんだけど、ちょっとなかなかそのツインテールできるタイミングがなくって。そう、でももうリバイバル公演もね終わっちゃうから、あの衣装着れるのも残り少ないし、そう早く写真もね撮りたいし、なんか生誕と被っちゃうとなんか、ね、話題が被っちゃうから生誕前にその写真撮りたくって。初めて来ました、ありがとうございます。ぜひフォローしてください。そうなんだから、そのツインテールして写真、その盾と300回記念のその盾と写真を撮りたくって、生誕前に。だから14か16で初日と同じ、リバイバル公演初日の時と同じ髪型をしようかなと思ってるんだけど、そうでも生誕祭はもう高めツイン14日にしないと16日は帰りに髪型固定されるかも。なんで？あ、14は帰りにないからってこと？え、そういうこと？なんだよ。もうゴリゴリだ。でもなんかもう一回ぐらいありそうじゃない？リバイバル千秋楽までにもう一回ぐらい髪型固定しそう。どうだろう。まあでもね、新公演でもやっていいと思う。楽しかったからね、全然またやりたい、うん、千秋楽で髪型固定いいけど先週、どうだろう、千秋楽は最後自分の好きな髪型にしたいかな。まだね、誰が千秋楽出るとか分かんないけど、うん、あ、そうそう、それでそう生誕祭ね、その高めツインにまあしようと思ってて、でその高めツインにする理由としては、その3部の歌う曲、現役アイドル中をやるから、もうほんと
あの MV のナータンさんイメージで高めツインをするつもりなんだけど、その3部で歌う曲を今その現役アイドル中はもう歌うよってみんなに言ってるじゃないですか。もう決めてて、それはで、もう1曲もう決まってるのがあって、それは AKB さんの曲なんだけど、 AKB さんの曲をもうやろうと思ってて、1曲もやると決めてる曲があって、でなんかそのもう1曲できんのね。その AKB さんの曲を1番しか歌わないつもりでいるから、もう1曲1番だけ歌う曲できるんだけど、それを今なんか何個かで迷ってて、そうどうしよっかな確かにね、ツインテールするなら最強ツインテールも歌える、歌えるし、めっちゃアイドル曲って感じだから、いやそう、実は最強ツインテールもめっちゃ候補に入ってる。候補に入ってるのは最強ツインテールか、ノイミーさんの、私の好きな曲があるんだけど、ノイミーさんの曲か日向坂さんの、まあ、とある曲日向坂さんのとある曲かアイカツの曲かで、実はすごい迷ってて、そうでもそのノイミーさんの曲ノイミーさんの曲はすごいめっちゃいい曲なの、めっちゃいい曲で、まあ、歌いたいけど、でもなんかそれってフルで歌っていい曲って感じなんだよね。なんか一番で終わりにしちゃうのがもったいない曲なんですよ、いい曲すぎて。でももう一曲 AKB さんの曲歌うこと決めちゃってるから、尺的な問題で、なんかちなみに現役アイドル中はフルで歌いたくてだってフルで歌わないとあの一番大事なとこできないからそうフルで歌わないと一番大事なところができなくなっちゃうから、現役アイドル中はフルで歌うんですけど、そうなるともう一曲フルか一番だけを二曲かなのね。そうで、そのそうなった時に、まあノイミーさんのその曲フルと現役アイドル中フルでもまあいいんだけど、なんかせっかくだから48グループの楽曲やりたくって、でそれでも AKB さんの楽曲を今1曲決めてるから、そうだからまあノイミーさんの曲はめちゃくちゃ歌いたいんだけど、まあ、今回はちょっとやめとこうかなって感じ。でもね、ショールームのカラオケに入ってないんですよ、そのノイミーさんの曲が。だから生誕祭でやるのもありだなと思ったんだけど、そう、でもせっかくならフルでやりたい曲だから、ちょっと今回はやめようかなってまあ感じで今考えてて、でもう一個日向坂さんのとある曲もちょっと今候補に入ってて迷ってるんだけど、なんかそれは結構なんだろう、みんなにもコール楽しんでもらえる、コールしてほしい感じの曲なのね。そうでもなんかもうさ、現役アイドル中は1曲やるよって決めててみんなにお願いしちゃってるから、なんかもう1曲じゃこれ歌いますって先に言っちゃうのもなんか楽しみ減っちゃうかなみたいなそうなんかせっかくだったらなんか何の曲だろう何の曲だろうみたいになってほしい、なってほしいけど絶対コールがあった方がいいから、まあ、コールしてほしい気持ちもあったりして、ちょっと今迷ってる。その日向坂さんの曲で、それはだから1番しか歌わないんだけど、どうしよう。でもあとなんか一人で歌うのちょっと難しそうなんだよね、その日向坂さんの曲が。そうフォローしました、ありがとうございます。コールはそんなに多分難しくないけど、歌う側が一人で歌うのはちょっとなんか難しい、追っかけめっちゃあるみたいな。そうなんですよっていうので、でアイカツの曲は絶対歌えないじゃん、そのショールームのカラオケとかでもショールームのカラオケとかでも歌えないから、その生誕祭のカラオケでしか歌えないみたいな
ところはあるじゃないですか。でもなんかその歌ったところでみんなは知らないだろうしそうみんなはあんま知らないだろうな、イカツの歌歌っても自己満足で終わっちゃうからなとかって思って、そうなんかそれだったら日向坂さんとかの曲の方がいいのかなとかって思ってる。そうでそのまあ3択ぐらいで今迷ってて、でもやっぱ最強ツインテールもいいなって今思っちゃった。すごいせっかくツインテールするからね、なんか久しぶりだしドラさん公演で一時期やってたけど最強ツインテール、うわー待って迷う、最強ツインテールでもいいなって思ってきちゃった。候補にあんま入れてなかったけど、いやいいな、どうしよう好きなの歌ってほしい。そうだよね、いや、うん、結構今二択かも、もうここまで来ると自分の中で日向坂さんか最強ツインテールになっちゃったそのノイミーさんとねアイカツはまあちょっとそれぞれ理由があったりとかするから、まあ今回じゃなくてもいいかなっていう。え待ってどっちにしよう、え上どうしよう、最強ツインテールか日向坂さんか。まあね、最強ツインテールの方がみんなはまあ知ってるよね多分。わかんない、日向坂さんのこれやるよって言えばみんな聞いてきてくれるかもしんないけど、聞いてきてくれるかもしれないけど、でも最強ツインテールの方がみんな知ってるし盛り上がれる。でももう一曲 AKB さんの曲やること決めてるから多分そっちみんな知ってるだろうし、うわ待ってめっちゃ迷う、え待ってなんかなんならもう一曲決めてる AKB さんの曲やめようかなレベルまで来てるやめてその二曲にしようかなぐらいまで来てる、もう選べなさすぎて。でも AKB さんのその今やろうって決めてる曲もめっちゃやりたい気持ちもあるんだよね。え、去年もっとちゃんと決めればよかったなんか22歳の生誕祭の時は無事歌いたい曲なくって歌いたい曲なくって、あのなんだっけハッピーハッピーバースデーと数稼ぎだった、しかもそれ数稼ぎのハッピーハッピーバースデーとしゃべぴーと、ね、しゃべぴーぐらいしかやりたいのなかったんですよ去年。しゃべぴーできれば十分だったから、しゃべぴーとそのあと渡り廊下走りたいの曲だったの。もう本当にだからてて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 、本当に数稼ぎだった。もう決められなくて歌いたい曲なさすぎて、じゃあこれでみたいなとりあえずそれ入っとけばみたいな感じだったから、えなんかまさか今年こんなになんかちゃんと歌いたい曲があると思わなかったから自分に。なんか去年もっとちゃんと考えて去年歌っとけばよかったって思ってるぐらいに今すごい迷ってるしゃべり今年も聞きたいな。いやそれはさ、でももしかしたら新公演とかでやる可能性もあるじゃん、 NGT の曲だし。だから今年はやらない今年はやらない。
えね、どうしよう、すごい迷う。どうしよう。これから来年の生誕祭で歌う曲、え、でも分かんなくない？来年はやらなくない？カラオケとか、なんか今リバイバル公演だからこういうシステム、カラオケのシステムだけど、来年、いや分かんない、来年の生誕祭やる頃がそのこれから始まる新公演かは分からないけど、なんかカラオケなくなってる説もあるじゃん。未来のことって分かんない、ね。え、本当にどうしよう。でも全部どれを選んでも全部なんかアイドル曲って感じなんですけど、うわ待って、最強ツインテールいいな。てかそれってさ、ツインテールするからいい、もうツインテールするってさ自分で決めちゃってる、自分のさ生誕祭の髪型ツインテールにするって決めてるから最強ツインテールがいいっていうわけじゃないですか。ってなったらさ、もしね来年普通に生誕祭でカラオケがあったとしても、最強ツインテール最強ツインテールをやりたいって思う自分はもうそこにはいないって思ったら、最強ツインテールやる、せっかくその髪型するしみたいな気持ちもあるし。でもそう、日向坂さんの曲もなんでやりたいかっていうと、すごいなんか、もし今その曲をやった時にあーってなる曲なんですよ。その日向坂さんの曲が、そうあーねってなるから。だからまずコールもみんなもできるし、それでもいいなって思うんだけど。うわーでもいいな、最強ツインテール踊れるしね。男たちは首だけ、いやでもな、最強ツインテール、最強ツインテールってでもカラオケないんだっけ、ショールームのカラオケに。いつでも歌えるじゃんとかって思ったけど、ショールームのカラオケにも別にないのか。え、本当にどうしよう。いやでも日向坂さんもめっちゃやりたい気持ちなんだよな。本当に迷う。最強ツインテール、やっぱないんよ、ショールームのカラオケにもない、最強ツインテール。なんかいつでも歌えるとも思ったけど、別にいつでも歌えるわけでもないや。本当にどうしよう、もうその当日の気分にしよっかな。当日の気分にしよっかな。え、最強ツインテールにした場合、最強ツインテールできる人って他にいる？帰りぐらい？最強ツインテールできる人っていたっけ？やったことある人、あれだよね、つぐみさんの卒業公演の時に3期がやってたんだよね。でも3期いないから、私の生誕祭だから帰りぐらいしかいないかな。まあ、それはそれでなんかエモってなるよね多分。帰りと2人で踊れる。まあ帰りが振り覚えてるか知らないけど。全部練習しないと、いやそうなるよね、曲決めないなら。もう決まってる2曲は練習して、あとの2曲。どうしよう、どうしよう、どうしよう。もうだからもう、あでもそれはまあそれで楽しみにしといてでいいか、それはもうじゃあみんなのお楽しみにということ。でもまあ候補はじゃあ今伝えた。もう確定してるものは AKB さんの曲1曲と現役アイドル中と、もう1曲を最強ツインテールにするか、
日向坂さんのとある曲にするかの、じゃあ2択で2択でちょっとじゃあ楽しみに、それはみんなのじゃあ当日のお楽しみに。しかもだって3部だから配信とかされないし、まあ、まずみんなが生誕祭に入れるかどうかなところなんですけどもう入れた方にしか見えないところだから楽しみに。あ、え、そうだ、ちなみにもう一曲決めてる AKB さんの曲は何だと思いますか？だからつまり最強ツインテールではない他の AKB さんの曲なんだけど、今私がもう決めてる AKB さんの曲なんだ確かにめっちゃ候補あるんだって。 AKB さんの曲だったらめちゃくちゃあるもん。あ、そう、アイドル曲、そう、何にしたってアイドル曲なの全部。その最強ツインテールにしても日向坂さんの曲にしても、まあ、全部アイドル曲ではあるんだけどいつくらいの曲、え、めっちゃ前じゃないめっちゃ前だと思う、うん、あ、でもなんか待って、これ聞かない方がいいななんか聞いてコメント欄に流れてきた曲が歌いたくなってきちゃうやりたくなってきちゃうな。これ完璧グーのね、去年やったんですよ。そう、去年ってかも22歳の生誕祭やったから。そう、え、待って、これ聞かない方が良かった。なんか聞いたら、あ、待って、確かにそれもいいってなっちゃうしなんか正解あったらあったでちょっとそれ秘密にしておきたいしちょっと、え、聞かない方がいいかも聞いといてなんだけど聞いといてなんだけど聞かない方が良かったかもしんないなんか聞いたら、わ、待って、確かにそれもいいなってなんか迷ってきちゃう。だってそれがさっきの最強ツインテールだから、別に私の中では候補に入ってなかったけど、今聞いたら、わ、確かにツインテールやる予定だしなって、もうここまで来ちゃうの、迷うレベルのところまでいいなってなっちゃったから、これ以上聞いたらもう本当に曲が選べなくなる聞いといてなんだけどごめん、楽しみにしといてえ、でも本当にさ、なんか昨日ね、2023年の5月、22歳の5月をなんか振り返ってたんですけど、メールで。で、私22歳の生誕祭を5月にやらせてもらってたんですよ。だからちょうど半年前、5月のね、20日だった生誕祭、22歳の生誕祭が5月の20日だったから、もう本当にぴったり半年くらいだったのよ。そう、だからさ、そう思うとさ、もう本当に生誕祭を準備してくださったファンの皆さんは、普通だったら1年あるはずのさ準備期間をさ半年でさ用意してくださってるわけじゃないですか。なんか本当にありがとうね、嬉しい。めっちゃ多分大変だったと思うけど、本当ありがとうございます。普通だったら1年ある準備期間を半年にさせちゃって本当にすいません、ありがとうございます。でもやっぱ嬉しい、誕生日の次の日に生誕祭ができるの。だから皆さんは準備とかめっちゃ大変だと思うんですけど、でも誕生日の次の日に生誕祭ができるのめちゃくちゃ楽しみなので。そうだ、え、そう、待って、だって今日あと誕生日までちょうど1週間なの。そう、日向さんが今日誕生日ってことは、つまり私誕生日まであと1週間なんですよ。え、待って、忘れてたこんなに生誕祭の話さっきからずっとしてんのに忘れてた、自分の誕生日あと1週間だったそうなんですよね。だから本当に
みんなには大変な思いをさせてるかもしれないけど、めちゃくちゃ楽しみなのありがとうございます。一緒に楽しもうね。忘れてた、自分の誕生日までちょうど1週間だったそうでした。ねえ、なんかどんな感じなんだろう。すごいいつも私の生誕祭、本当になんかディスプレイとかもその年の1年の自分を象徴するようなディスプレイだったりとか、なんかその生誕の皆さんがね書いてくださるメッセージアルバムも毎年衣装なんですよ。でその衣装もなんかその年の自分が着た衣装とかそうだったりするから、え、23歳って何何の衣装だろうとか。そう、あとね、私今までの生誕祭のそのスタンドフラワーも今まで全部衣装だったんですよ。そう、一番最初がドラフトの時のなんか T シャツ、初めての生誕祭の時、それであとしゃべぴの衣装と、去年は去年っていうか22歳の時衣装で、なんかそう衣装すごいいっぱいなんです。スタンドフラワーもメッセージアルバムも毎年衣装だったから、すごいでも嬉しい。なんかやっぱその1年を象徴してる自分だったりするし、やっぱ衣装めっちゃ好きだから、なんかその自分の好きな大事な衣装がこうやって自分のなんか大事な生誕祭でなんか皆さんの手によって作られるからそう、すごい嬉しい。なので今年の生誕祭とかなんかどうなるんだろうって感じだし、そのま衣装でも衣装じゃなくても、なんか今年の1年の自分ってじゃあ表すとしたら何なんだろうみたいな衣装で言ったらさ、22歳は渡り鳥とあの別があるかな、シングルだとね。新衣装としては渡り鳥とあの別と、でもあとあれもある、サマーコンサートのさハッピーみたいなのも今年の新衣装だったりするから、それもあるかもしれないだから なんだろう、だからすごいディスプレイとかも今年の自分が何か残したかって言われると、なんかそのディスプレイになるほどの象徴する何かってやったっけなとかそう、あ、でもなんだかんだで本当に毎年アウトドアのお仕事は年々幅を広げていろいろさせていただいてるから、そうだからね、生誕祭のディスプレイもすごい毎年アウトドア感があって、それこそ本当にすごいのが、一番最初の生誕祭の時とかはそのまだ私アウトドアのお仕事とか全然してなかった頃なんですよ。18歳の生誕祭、初めての生誕祭の時、全然私キャンプ好きですとかあんま表で言ったこともなかったし、そういうアウトドアのお仕事とかも全然してなかったの、その頃は。なんだけどやっぱ本当にこれはさすがだなって思うんだけど、私のファンの皆さんは私がキャンプ好きなことやってること知ってるから、生誕祭、初めての生誕祭で、18歳の初めての生誕祭のディスプレイめっちゃなんかアウトドア用品めっちゃ並べてあって、そうで今でも実際にその生誕祭のディスプレイで使われてたもの、普通にキャンプで使ってるんだけどコップとかなんかバッグ、カゴのバッグとかめっちゃ普通に今でも使ってるんだけど、そう、そうそう、バスケット、そう、え、だってさ、その頃まだアウトドアのお仕事とか全然してなかったんだよ私。それなのになんかその生誕祭のディスプレイのテーマとしてアウトドアでなんかそれをこうなんていうの、ディスプレイに生かされてるってめっちゃすごくないですか。なんかこれぞすごい私のファンの方々、そのお仕事がとかじゃなくて、私の好きなもの
としてなんか並べられてて、そう、でそれがさ、まさかこんな風に自分でもアウトドアがお仕事につながるとは当時思ってもみないわけじゃないですか。え、だから、え、誰よりも先見のさ目を持ってたのってファンの方たちなんじゃないかっていうレベルで初めての生誕祭のディスプレイはめちゃくちゃ思い出に残ってます。すごい、なんでその頃からキャンプって知ってたのみたいな逆に言うと、もうさ、そのプロフィールとかからしか探すしかなかったのかもしれないけど、当時はその年の何かの活動においてとかじゃなかったのかもしれないけど、本当にすごいなって思うし、今でもめちゃくちゃ使わせていただいてるので、その生誕祭のディスプレイで飾られてたものを普通にキャンプで使ったりしてるから、いや本当にすごいなって思う。どうなるんだろう今年。何みんな何なんだろう。でもあれだよね、今年の生誕祭はさ、あっちになるじゃん、ディスプレイがガラスの中になるじゃん。だからまたちょっと違うかもね、今までのそのディスプレイの感じとまた違う気がするから、どんな風になるかすごい楽しみ。なんだろう本当に。でもあれじゃない、あとなんかさ、最近のさ NGT のスタンドフラワーの流行りさ、結構なんだろう、バルーン系でかい系じゃない、なんかなんか最近でか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 とか、なんかお花ドーンとかじゃない、結構なんかそれまでって結構生誕祭のスタンドフラワーで何かを表したりとか結構多かったじゃないですか、お花で。私あれめっちゃ記憶に残ってる、愛ちゃんのさ、なんだ踊ってる人赤いあれめっちゃ覚えてる、面白かったあのさこの何スタンプじゃなくて、なんだっけ、絵文字の赤い女の人、愛ちゃんのスタンドフラワーのイメージめっちゃあるあ、そう、それ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 の記憶めっちゃある。なんかさ、もうそれお花で表現しちゃうのみたいなやつを今までの生誕祭のさスタンドフラワーって結構なし得てきたじゃんなんかそれするのすごいみたいな、これ花で表現するんだみたいなのが結構多かったけど、最近なんかもうでかい花とかなんかバルーンアートとかが結構最近の何 NGT の生誕の流行りなのかなこの前マリナさんの生誕祭はあの風味爽快にしてのマリナさんの格好だったけど、それもめっちゃすごい素敵だった。パッて見てわかる、ああマリナさん、風味爽快にしてのマリナさんだってすぐわかったね。だからそう、最近なんか結構今まで衣装系も多かったけど、最近衣装系も少なくって、そのスタンドフラワー他のメンバーでも、私毎年衣装のスタンドフラワーだったし、どうな、なんだろう、ないいやわかんない、本当に何も予想つかないし、なんかお手紙とかも、お手紙とかね、私あんまり予想とかしないタイプもうなんかなんていうの、来たもの全てを受け入れるタイプの人だから、なんか司会誰だろうとか、お手紙誰だろうとかなんかそんなに、なんかなんだろう、こう探らないそこに関してはそこに関してはなんかそこまでこうなんていうの、別に楽しみにしてないとかじゃなくて、なんかわかんない、予想なんかなんだ、あんま予想とかしないタイプなのかな、今までそこまで気にしたことなかった、うん、
そう流れに任せるタイプの人だから、そうでもだからなんかお手紙いただいた時の決まってません、やばいどうしよう急にではお手紙代読させていただきます、決まってませんやめて真似しないで、私のそんなとこ真似しなくていいからそうでもなんかいつもそういうお手紙とか司会とか誰って予想しないから、しないからこそその来たものをさなんかなんていうの素直なリアクションで受け止められるじゃないですか。なんかさ例えばさこう予想とかあとこの人がいいなとかって自分の中で考えてた時になんかそのさ予想の人だったりとかなんか自分がこの人がいいなって思ってた人となんか違う人が来た時ってそのなんだろうあえその人みたいにまあもちろんなるけどなんかさちょっとやっぱ裏切られたみたいな気持ちもさなんかあるじゃん、それはいい意味での裏切りかもしれないけど、そうなんかそうもなりたくないからだからもう来たもの全てを受け入れる、流れに身を任せるタイプで変わらず、もうなんか何が起きるんだろうなーっていう感じでいようかなっていう感じですそうなんかえ誰誰誰みたいな感じにはなんかあんまなりたくない私はそうだからもう本当にあるといいな、なんならもうその誰誰ってなるってさもうある前提で誰って探るわけじゃないですかだからもうそのそれ以前の問題あるといいな、こんな私なんかに手紙を書いてくれる人がいてくれるといいなの気持ちで言います手紙あったらいいなっていう気持ちでいるから、誰か書いてくれてたらいいなえ、そうでもさ生誕祭のスピーチってさすがにそろそろ考えた方がいいと思うちなみにまだ何も考えてない、文章にすら起こしてない、最悪誰も書かなかったら俺書くわ、ありがとう、もういつでも待ってるね、100通ぐらいで100通ぐらいで待ってるね。学生時代試験問題の予想もしなかったかも、しなかったその、うん、もうだってこれを勉強しとけばその中から出ますよって言われてんだからわざわざ予想する必要なくないですかこの中から出るって分かってんだったらその中もうそれが全てじゃないですか、予想というかっていうタイプだった誰が書いても俺も書くわ、ありがとう待ってるね手紙誰かが代読してくれたり、もう私だけで読む、その場合は誰かに読ませたくないどうします、ありがとうございます、仕事に戻ります、ありがとう、いってらっしゃい、頑張って手紙妹ちゃんからだったらいいな、え、嫌だな、いや嫌じゃない、嫌じゃないけどなんか別にいいことは書かれなさそういいことは書かれなさそうだから遠慮しとこうかなそう生誕祭で話すこと本当何にもまだ書き起こしてもない、なんかこれについて話したいなみたいな大まかなやつは、まあ、頭の中でこういくつかあるけどでもなんかまだその文章の組み立てとか構成みたいなのは何にも考えてない、まだ珍しい本当に
いつもだったら結構早く考えるんだけど、まだまだ考えてない。いやそうなの、妹から手紙もらうとそういう暴露系、暴露系が多そう。いやわかんない、何を知ってんだ、私の何を知ってんだって感じですけど、そう、え、だってさ昨日さだって昨日聞いたよ、だって昨日なんてさ、昨日のなんかそのお仕事の写真を家族に送ったんですよ。昨日のお仕事の時の写真を家族に送ったんだけど、したらなんか家族のグループ LINE に送ったのね、昨日のお仕事の写真家族のグループ LINE に送ったんだけど、なんか個別でなんかこの写真光の加減でめっちゃハゲって言われた。最低。わざ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 個人にまで送りつけてきた。初見です、ありがとうございます、ぜひフォローしてください。よくない？そう、なんか昨日の写真をバーって家族のとこに送って、で そう、なんかそのうちの1枚わざわざなんか転送なのか保存して送ってきたのか分かんないけど、そのバーって私がいっぱい送ったやつの中から1枚写真をポンって送ってきて、この写真光の加減でめっちゃハゲ、なんだよなんだよこいつ。本当にさ、そう、もうそんなことばっかりなんですよ。そう、え、だからちょっとなんか手紙、手紙だ、大丈夫。ストレートだよね。まあでも別に家族だからね、普通に。え、それなんて返したって。わかるって返した。分かってたんかいって、いや本当でも私も思ってたの、その写真に関しては。本当になんか下向いてる写真だったんだけど、こう普通にもともと私さ毛量が少ないから地肌めっちゃ見えるタイプなんですよ。それに加えて外の写真だったから、なんか自然光でこう光が当てられて、で、まあ、これは髪の毛のツヤの問題ね、なんだっけ、髪の毛のツヤの問題なんだけど、ここも周りも髪の毛がツヤツヤすぎて、髪の毛がツヤツヤすぎて輝いちゃっててハゲてた。え、だから分かるって送った、見たらねすごい分かると思うけど、見せらんない、むずいわ。これ私の頭。確かにすごい離れてみると広範囲がハゲてるように見える。でも光の反射の問題。光の加減でめっちゃハゲって言われた。まあでも普通にね、家族だから普通にストレートで言っても別になんとも思わないけど。いや、わかるでしょ？そう、だからもうわかるとしか返せなかった。わかるとしか返せなかった。でもそれぐらい髪がツヤツヤってこと。そういうこと。まあでもちょっと妹にはね、これで妹からだったらすごい、ごめんってなるけど。ごめんってなるけど、え、でもすごい、うん、楽しみにしてます。誰かから来てるといいなと思って。いや、その前にほんとまず自分のスピーチそろそろさすがに考えないと、話がまとまらなくなりそうだから、そろそろ考えないと。
ちなみに去年自分が何を言ったかってあんまちゃんと覚えてなくて、だってさあれなくなったじゃないですか、 NGT のさオフィシャルのさ生誕祭のなんかあのまとめみたいなやつ、オフィシャルのあれがさ、あれでさ、だってお手紙も全文残してくれてたし、なんかスピーチで話したこととかも全文なんか文に起こして残してくれてたから、なんか自分の次の生誕祭の時もなんかこう去年何喋ったっけなってこうなんか探せる、でああこんなこと言ってたって、なんかそれをもとにさこう、あじゃあ今年はこれ言おうかなとかって考えられるじゃん。そうでもあれがさなくなっちゃったからさ、なんか自分でも去年の生誕祭、去年とか前回の生誕祭何言ったか覚えてないんですよ何言ったか覚えてないから、そうだからどうしよう。でもさ、まあ、去年も多分生誕祭前にメモに残して、自分の喋りたいこと残してある、ちゃんとあるから、まあ大体多分これに近いことを言ったんだろうなと思って、まあ、それを見返してから書き起こそうと思うけど、今年喋りたいこと文章途中で終わってんだが去年の生誕祭で去年っていうか前回22歳の生誕祭で喋ろうと思って書いてた文章のメモなんだけど、改めて振り返ってみると本当にたくさんの人に助けられた1年だったし、そのおかげで何そのおかげでどうした最後まで書き切ってないっていう何の参考にもならないえ、そう見切り発車したの。そう去年ね、なんか最終的に文章をうまくまとめられなくてこれで終わったんだよ、書くところは。あそう、そっからはもう全部アドリブに任せたの去年。そうなんです力尽きてたそのおかげで、はぁ力尽きちゃった。本番はちゃんと喋ったはずなんですけど、その後何喋ったかは全然覚えてないですもうだからね、今年はちゃんと最後まで書き切って、来年の自分にちゃんと分かりやすいように託してからちゃんと本番で話そうと思いますそのためにはやっぱちゃんと考えなきゃだ、その公式のその文章のやつもさ、ないからさ、ないからちゃんと自分で決めてメモして来年の自分のために残しておかないといけないわ決まってませんではみゆえからファンの皆さんへ一言お願いします決まってませんふざけてるわざわざパネル取りに行こうかな決まってませんあれ結構面白い、冷静に考えると決まってませんのパネルがあったの結構面白いよね決まってません。しかも昨日さ配信終わった後さ、写真をさ撮るのにさ、あの何パネルでさ出したやつ、ボードで出したやつ後ろに貼ったんだけどさ、決まってませんは貼る意味ないですよねってポンって端に避けられてたまあまあそうだよね、決まってません貼ってどうするんだろうって、決まってませんだけ貼らなかった決まってません公演じゃないですよいやでも本当決まってませんのフリップモードあるの冷静に考えてちょっと面白い確かにめっちゃ使えるかもしれない、なんか LINE スタンプとかにしたらどう明日のスケジュールってどうなってますかって LINE できた、私のあの切り抜きの画像決まってませんって送ったらどうなんか LINE スタンプみたいにみんなの会話の中で使っていい、あの X のさリプとか
うん、フリー素材にしていいよX のリプにしていいよ。なんかよくあるじゃん、その何テレビのさ切り抜きみたいなやつとか。仮面ライダー系とか結構めっちゃあるんですよ。いいよ、なんか素材にしていいよリプランで使いなでもどうしよう、これ私が言っちゃって、これ私が言っちゃってさ、私のリプランそれで溢れたらちょっと困るんだけどどうしよう、私のリプラン、例えばさ、なんかみんな生誕祭当たりましたか、生誕祭の結果どうでしたかみたいなさ投稿したとするじゃん、生誕祭の申し込み終わった後にそのリプだらけだったらどうしようえってなっちゃう決まってません。でもいいよ、もう自由に使いな自由に使いな、決まってません。でも本当にあの公演タイトルは本当に決まってないから、皆さんぜひ送ってください、ぜひ送ってください。え、そう、え、ね、聞いて、めっちゃ聞いてほしいことがあるんだけどさ、昨日さ、その配信終わって、配信終わって帰るときに、帰りにコンビニに寄ったんですよ。コンビニに寄って、まあもう夜だったじゃん、9時から配信してさ、配信9時半ぐらいに終わってさ、もう帰ったのがまあ10時前後ぐらいだったんですよね。10時前後ぐらいで、まあもう外もさ人も少ないし、別にまあマスクとか別にまあつけなくていいかと思って、全然帽子はもともとかぶってたわ、ベレー帽かぶってた、帽子はまあベレー帽かぶってて、マスクつけてなかったんですよ普通に。それで帰りにコンビニに寄ったのね。コンビニに寄ってレジでお会計してたら、あのすいません、 NCT の方ですかって言われて、あの、あ、藤崎美優さんですよねって言われて、でもさ、もうその時はさ、もうそんな風になると思わないからさ、めっちゃ無じゃん、無じゃん。でちなみにその時アイス買って帰ろうと思ってコンビニに寄ってアイス買ってたんだけど、え、それがなんかお酒とかじゃなくて本当に良かったと思ってるんだけどでもちょっとお酒コーナーも寄ったよ、寄ったよ。でも、なんか特に飲みたいのないなと思って、その時買わなかったの。なんか本当に良かったと思ってるけど、その時はちょうどアイスとイチゴオレでしたちなみに買ったの超可愛いやつで、良かった、本当に良かった、買ったものアイス2つとイチゴオレだったから、めっちゃアイドルの買い物だったから本当まだ良かったんだけど、あの藤崎美優さんですかって言われて、でもなんか そこまでもう名前までバレちゃってるとさ、いや違いますとも言えないじゃん、マスクもつけてないし何も隠せないし、なんならその格好でさっき配信しちゃってるから、しかも公式ルームでこれでなんか、いいや私藤崎美優じゃありません、誰かと勘違いしてませんかとかって言ったら言ったで、なんか後からさ絶対に分かることじゃん、だって配信の画像とか見たらさ、え、やっぱそうだよねみたいな、なんであの時嘘つかれたんだろうみたいななっちゃうから、もうなんかその偽りもできなくてできなくって、でもなんか全然普通にさ買い物してたから、なんかもう 無の表情なわけ、アイドルモードではないじゃん。そのなんかなんていうの、街とかで声をかけられたら、あのすいませんって言われた時点でファンの方かもしれないとか、まあ、それがナンパの可能性もあるけど、なんかアイドルモードにスイッチ切り替わるの、声かけられた時点で。なんだけど、なんかレジで声かけられるって、なんか例えばさ、まあ物アイスとその時イチゴオレしか買ってないから絶対にありえないけど、でもなんか温めますかとか聞かれたりするじゃん、普通にコンビニの店員さんだったら。え、だからなんかそのちょっと声をかけられた程度じゃ、そのアイドルスイッチ入らないんですよ。
そう、普通になんかお箸つけますかとかスプーンつけますかとかって普通にさ言われたりするわけだから、なんかちょっと店員さんとのさ、なんか普通の会話になるじゃん。それでアイドルスイッチ入らないから、なんかまさか名前まで覚えられてると思わなくて、そこまでバレてると思ってなくて、なんかもうすごい無のまま、え、なんかはいともいいえとも言えずに、みたいな感じだったの。もうめっちゃ下向いてめっちゃ下向いて、もう何にも、あ、はい、もう早く帰りたいですみたいな感じだったの。そしたら店員さんに、あの何でしたっけ、あれプラチナフラッシュ買いましたって言われて、おいここで言わないであの、はい、紀伊国屋でプラチナフラッシュ買いました、ここで報告しないでめっちゃ面白い。え、もうしっかりファンの方だよね、もうそこまで知ってるってことは。もうだからさ、よりさ、だから偽らなくてよかったと思ってそうなの。それあの時さ、藤崎美優さんですよね、いいえ違いますって言わなくてよかったんで、そこまでバレてると思わなかった。もうグラビアまで買われてるまで思ってなかったから思ってなかったから、もう本当になんか、まあまだ本当よかった。お酒も買ってなかったし、あの嘘はつかなかったからまだまあ全部良かったけど、そう、他にお客さんいなくて。そうなの、コンビニだって夜だったからさ、10時ぐらいだったから。そうなの。いや本当に、うわ待ってって思ったいや、ありがたいことですよ、そうやってね、グラビア買ったよってさ言ってもらえることは。でもさ、違うじゃん、普通にコンビニに買いに行っただけだってファンだったらお酒買ってても大丈夫。まあ確かにね。でもさ、そのファンのなんか、なんていうの、どこまでその私のことを知ってるかによらない。もうさ、みんなはもう私がお酒が好きなことは十分知ってると思うけど、なんかでもグラビアをさ買ってくださる、まあ NGT のファンの方だったとしても、なんか NGT 好きで、まあ、今回ミユ帰りのグラビア買ったよとか、しかも帰りのファンの方だったりする可能性もあるわけじゃん。でもそのお酒好きみたいな、そこまでさ浸透してるとは限らないからいや本当になんかお酒じゃなかった、買ってるものがめっちゃ可愛かったことが不幸中の幸いだったと思う。不幸中って不幸までいかないけど、そう本当にアイスとイチゴオレでよかったイチゴオレってやばくない？めっちゃ可愛くない買ってるものがすっごいアイドルだったから、まだ本当良かったですあれ、お酒買わないんですかコンビニのレジでジョーク言わないでほしいえ、そうだからもう最初の NGT の方ですかって聞かれた時点で、なんかそのさ、なんていうの、アイドルスイッチをさ入れる瞬間と入れないのなんか境目みたいな、ちょっと一瞬なんていうの、警戒心みたいになるのよ。あ、はい、え、もうはいとも言えず、もうなんか全然目合わせられなくて全然目合わせられなかった。でもまさかそんなグラビアまで買ってるくらいのファンの方だと思ってなかった。もう絶対ファンのことだよね、ファンの方だと思ってなかったからもう本当にもうどうしよういや本当、まあでも全部がまだ良かったって感じ。買ってるものもあの時、いや NGT じゃないですって変な嘘つかなくてよかった。本当にね、恥ずかしかったんだから、すっごいもう逃げるように立ち去っちゃった、ごめんなさいだけどすごいごめんなさいだけど
逃げるように立ち去っちゃった。なんかもうちょっとちゃんとアイドル対応すればよかった、そこまでファンの方だったら。なんかもうそこまでその時頭が回らなかったっていうか、もうどうしたらいいか分かんなくて、ちょっとすごい立ち去っちゃって、本当ごめんなさいなんですけど。見たことないファンの方、いやでも後から思い返してみると見たことあったかもって感じです。だってまさかそんなところで会うと思わないじゃん、レジの人だと思わないから、普通に買い物してるじゃん。でも後からそれをこう言われた後に顔を思い出してみると、はあ、なんかわかるかもみたいな感じでした。いやほんとなんかどう対応するべきかめっちゃ難しい。すごい難しいよね。本当にそう、でもそんなことがありました、実は昨日配信後に。それでお家帰ってきて、そこで買ったアイスを食べてから昨日配信してた。その時に買ったアイスを食べながら配信しました。食べながらじゃない、食べてから配信しました。いや、どうなの、そういう時ってやっぱアイドル対応するべきなんかな。まあするに越したことはないよね、どんな人に対してもいい対応はするべきだよね。するべきだけどさ、コンビニはさ、コンビニはね。いや、するに越したことはない、そりゃそう、それはそうだよ。でもまさかコンビニで会うと思わないじゃん。でもまあそれぐらいね、なんかすごいいろんなところにファンの方がいるんだなっていうことを改めて感じたので、なんかどこで誰が見てるかわからないと思って、なんか外でもちゃんとしようって思いました。本当にどこで誰が見てるかわかんないから、なんかその見られても恥ずかしくない行動を日常的にしようってすごい思いました。勉強になりました。昔バイトしてた店につぐちゃん来て知らない顔して接客して普通に帰っていただきました。まあでもさ、自分のファンの方じゃないとさ、そこまでファンの方の顔しっかり覚えてないっていうのもあるよね多分。自分のファンの方だったらさ、顔見て一瞬であってなるけどさね。いやそれもまああるよね、うん、でそう、お酒買って別に悪い年齢じゃないから、普通に買ってちゃんと法律守ってる年齢だから全然いいんだけど。いいんだけどさ、なんかすごいビール500ビールとかだったらちょっとなんかね。どういうイメージを持たれるかわからないじゃないですか。わ、やっぱみゆみゆってそうなんだ、噂通りなんだって思う人もいれば、なんかそこまでじゃなかったらなんかみゆみゆってなってるかもしれないじゃん。ロング感。500ね、この前、ね、ビールじゃないけど500缶、うん、飲んだ。でもお家では350しか飲んだことないよ。逆にどこで飲んでんだってなりますよね。私のお家は350しかない。でも352つとか飲んじゃう。
2つまでって決めてる自分で飲むとき350 2つまで、つまりそれって結局さ500より多くないっていう話なんですけど、そうなんですけど怖いよねお酒って、そういうとこあるよね気づいたら500超えてるっていう2つまでって決めてるんだけど怖いよね本当に確かにでかいやつ買った方がなんかまだまだいい、いや本当怖いね、ちっちゃいやつ2つまでって決めてても実は大きいの1個の方がまださ少ない量的には、そういういやロング解禁したらロング1個でやっぱ我慢するじゃん、さすがにこのでかいの飲んだから1個だけでってなるじゃん、ちっちゃいのって罪だわ、そう思うと今度からじゃあでかいのにしようそういうことでもないかじゃあ今度からでかいのにしようではなかったわなんかいやでかいのって飲みきれないかもしれないしと思ってちっちゃいの買うのね、でも結果的にちっちゃいの2個飲んじゃうのね、いや飲めんじゃんでかいの飲めんじゃんってなるよねちょっとね最近自分のことをね過小評価しがちなんだよね本当に実はいけちゃう人だったみたいな最近自分のこと過小評価しがちだからさちょっと気をつけようそう過小評価も良くないってことが分かりました、なんか謙虚、言い方を変えれば謙虚かもしれないけど自分のことね過大評価するよりかはなんか聞こえはいいけどでもダメ、自分のことちゃんと見なきゃダメそうよ、いやスリッパわかる、スリッパちっちゃいよ今、ちっちゃいの頑張って履いてんのよ、なんでこんな間違って自分の足も過大評価で過小評価しちゃった、自分の足でかいって一番自分が分かってるはずなのにさスリッパちっちゃいの買っちゃったそうなのよ、いや靴ね本当にそう、靴ね靴さ新公演やるにあたって靴ちゃんと全部変えてほしい、何かがいるの靴がさ一番ちっちゃいの多分 NGT の中で私が履けるサイズでも一番ちっちゃい何かがいるで、この前のその新潟おいしいもの総選挙の時に何かがいる、もともとチャチェックの予定だったのだけど寒くて雨だったからで直前で何かがいるの衣装に変えたんだけど、何かがいるの靴が本当に一番ちっちゃくて、そうでさなんか新潟おいしいもの総選挙ってあそこのバンダイのあのステージのとこでやったじゃないですか、で劇場から近いから劇場から普通に歩いていくのね普通に一般の方の通る道を通ってステージまで歩いていくのよ、で衣装のままの状態で、で一般の方とかもさ普通に見えるじゃん普通のとこ歩いてるから、でも私本当にその何かがいるの靴ちっちゃくってできるだけ履いてる時間を短くしたいのね、もう履いてるだけで普通に足痛いから、そうでもやっぱさそのステージ中はさすがにずっと履いてなきゃいけないから、そういう移動中とかはその靴持って自分のスニーカーを履いて移動してたんですよ、そうでもなんか他のメンバーは普通にその衣装の靴のまま移動して歩いてて、そう私だけ靴さ自分の靴でさダッサいダッサいの、そうスニーカーで普通に歩いてて、それさなんかファンの方だったらあ耳足靴ちっちゃいのかなって理解してくれるかもしれないけど、普通に一般の方とすれ違うじゃないですか、
なんかどう思われてんだろうみたいな、なんであの子だけ靴違うんだ、ダッサーって思われてるかもしれない。そうでも本当にね、あの靴が一番ちっちゃくって、終わった後つま先真っ赤になってた。だからさ、でもさ、何かがいるの衣装も着たいじゃん、新公演。いや、わかんないけど、でもそうなったら本当に靴変えてほしい。毎公演あの靴履くのさすがに無理。でもそうだからめっちゃ靴変えてほしいって思うんよ、思うんだけど、でもなんか一オタクとしてね、なんか靴含めてオリジナルの衣装じゃん、だから靴変えてほしくない気持ちもめっちゃあって。そうなんか最近だとさ、君のニュースの靴変わったじゃないですか、覚えてる？昔の靴。なんか君のニュースの靴リバイバル公演になってから変わったんですよ。そうで、なんかまあちょっと踊りやすくはなったんだけど、 それまで君のニュースの靴ってちょっと踊りにくいって言われてたの。なんか足がね、そこから落ちるっていう、サンダルだからさ、踊ってる間に靴がそこから落ちちゃうのね。だからシューズバンド必須で、なんか先輩からも踊りにくいみたいな話はあったのよ。そうあったんだけど、あった、それもあったから、まあ、靴もなんか劣化してたし、それで君のニュースの靴変わったんですけど、そうでもなんか色がさ、やっぱ物がもうそもそも違う靴になっちゃったから、そう踊りやすくもなったし、やっぱ新しくもなったけど、でもやっぱりそのオリジナルの靴あってこそのオリジナルの衣装だから、そうでもなんかめっちゃもうそれを履いてパフォーマンスする身としては、そりゃ踊りやすい靴に越したことはないし、なんかそもそもちっちゃくてそんな靴履いて踊ってられないわっていうレベルの靴だったりもするので、めっちゃ変えてほしい、変えてほしい気持ちもあるんだけど、でもやっぱ一ファンとしてはやっぱ変えてほしくない気持ちもあって、そうだから君のニュースの靴変わってくれたのはなんか嬉しい気持ちもありつつ、でもなんか変えてほしくなかったなみたいな気持ちもあったりとか、そうなんかほこりの丘のね靴も結構もう劣化してて、頭の曲の靴もなんかそれも新しい靴に変えるみたいな話もあって、なんかどれが近いかなみたいな、やっぱ同じものはさもう売ってないから、何年も前の衣装で同じ靴はやっぱないから、なんかこれがそのそれに近いかなとかってなんかあったりするんだけど、やっぱりさ別のものじゃん、だからなんかこうやっぱうん違う、ちょっと違うよねみたいにどうしてもなっちゃって、そういやほんとだから私はめっちゃ靴変えてほしいよ、もう特に何かがいるの靴は一番ちっちゃいからもう真っ先に変えてほしいって思うけど、でも何かがいるの靴ってなんか水色ですごい可愛いのね。そう水色のなんかそのなんていうの、ワニ柄みたいなワニ柄みたいな水色のこいつま先がとんがったちょっとヒールのある靴で、そんなもんどこにも売ってないじゃないですか。だしなんかあれってその何かがいるのその衣装のこういうベルトとかの色水色となんかこう寄せてるからさ、なんかそう靴の色変わっちゃったら違うんだよなみたいな気持ちもあるわけ、一ファンとして。でも自分が履くときは本当にちっちゃいから真っ先に変えてほしいと思うし、なんか今までコンサートとかもなんかみんな同じ靴履いてるのに自分だけ違う靴とかも、まあ渡り鳥とかもそうなんだけどさとかあるから、まあ統一できれば一番いいなって思うけど、複雑、すっごい複雑だからさ、足がちっちゃかったら何の問題もなかった、まあそんなこともないか、まあ、靴劣化してるからそのものが、まあ、変えなきゃいけない時期には来てるんですけど、そうなの。でもなんかすごい複雑、変えたいけど変えてほしいけど変えてほしくない気持ちもあってそうなんです。やっぱね靴込みでオリジナルの衣装だからなって思っちゃう。そう、わかる。そうでも私が加入してからはさ、もう幾度となく靴ちっちゃいって言ってきたやん。なんか先輩の衣装で靴ちっちゃいのはさしょうがないけどさ、そうでも自分の衣装なのに靴ちっちゃいはほんとちょっとなんかないよねわかるよ、すっごいわかる。私一番ショックだったのは
なんかとある撮影の時に靴ちっちゃいって言ったら靴目の前で伸ばされたことあってえみたいな、信じられなくない？靴え伸ばされる、靴もかわいそうなんか予備とかなかったのかなみたいな、足でかいこと事前に伝えてますよねみたいな感じ、目の前でさ伸ばされて、そうすごい男性のスタッフさんがこうやって靴伸ばしてて、え結構ショックだった結構ショックだった本当に。そうしかもそれ結構実は大事な撮影だったから、そうめっちゃ大事な撮影だったし、そう私的にも結構気持ちの入ってる撮影だったから、そこで目の前で靴伸ばされたの結構本当にショックだった。でなんかもう年を諦めた、もういいですってなんかえどうですかみたいな、その伸ばされた後にこれでどうですかねって言われて、は履くのね、もちろんそんな変わるわけなくて、靴人力で伸ばしたところで変わらないじゃないですか、何も変わってなくて、何も変わってなかったけど、なんかもうかわいそう、その伸ばしてるスタッフさんもかわいそうだし、靴もかわいそうだし、なんかもういいやって思って、私ももうなんか見てられなかったし、靴伸ばされてんのも見てられなくて、なんかあの、うん、大丈夫ですみたいな、すぐさっきより履きやすくなりましたって言って履いたマジで本当に悲しい。そうせめてもうちょっとなんか予備とかなかったのかなってすっごい思ってる。そうしかも結構本当に大事な撮影でそれかなって感じだったから、だからなんか靴問題は本当に早急に解決してほしい。そうそうなんですよね、結構ねその時のね撮影結構本当それだけじゃなくて結構やばかったんですよ、いろいろそんなこともあったねって感じそうないやでも本当なんかねパフォーマンスするとかってなるとさ、普通にさ痛くて踊れないし、なんか自分の本来持ってるさ力をさ発揮できないじゃん、その靴がちっちゃくて足が痛いっていうだけでさ、本来はちゃんと踊れるはずのものが踊れなかったりするわけじゃないですか。なんかそういうのがさなんかなくなってほしい。メンバーがせっかくこう頑張ってそれまでにこう練習してきたりとかいっぱいねそれのために準備してきたものがなんか発揮できなくなっちゃうのがすごい得しないじゃないですか、せっかく頑張ってるのに。なんかそれを本番で発揮できないっていうのがすごいそれ悲しいから、なんかそういう機会がこれから減るといいなって思ってるそうなんですよ、なんか私さだって足の爪が生えなかったのもちっちゃい靴履いてるのが原因ですって言われたし、トレーナーさんに肩とか肩こりも全部靴ちっちゃいの履いてるのが原因です宿命なんかもうあのパフォーマンスだけじゃなくて自分の体にも来てる、爪生えない足の爪生えない肩こりする最悪じゃないですか、靴がちっちゃいというだけでですよ。そうだそう肩こりもなんだって、なんかさ足でこうなんか足をさ指を曲げちゃうの靴ちっちゃいから、そうすると指にすごい力が入っちゃうから、その分多分全身に力が入っちゃって肩とかが凝りやすくなるらしい。だからもう絶対に靴を大きくしてください、今後の靴に関しては
でも先輩のね衣装の靴はやっぱオタクとしてオリジナルの靴で守り続けたい気持ちもあるから、なんか我慢してでも履くけど自分のオリジナルの衣装に関してはもうちゃんと履ける靴にしてくださいって。足長すぎて困ること、足長すぎて困ること別にないです。はい、足大きい、足のねサイズ、靴のサイズ的な問題だともう支障しかないんですけど、足長くて困ることは特にないですね。あ、ズボンがちょっと短いとか。でも衣装でズボンあんまないから、スカートちょっと短くなる程度え、スカートもさ、でもさ先輩の衣装でさスカート短すぎてさ途中でスカート変わったんだよ、リバイバル公演で。時衣装の、そう、衣装のスカート短くて途中で変わった。まあでもそれぐらいじゃない、丈問題。スカートはやっぱどうしても短くなっちゃうそれですかね、足が長くて困ることって、スカートが短くなるですかね でもさどうなんだろう、その自分のさ衣装、渡り鳥とかあの別とかってさ、やっぱ人のその身長によってサイズ変わるのかな。私がレイちゃんの衣装とか着たらもっとスカートめっちゃ短くなるのかな。あの別って結構スカート短いじゃないですか。やっぱレイちゃんの衣装着たら短くなるのかなとか、この胸周りとかやっぱレイちゃんの着たらブカブカなんかなどうなんだろうね、やっぱそのメンバーの体型に合わせて作られてんのかな衣装って。同じデザインだけどやっぱそうなのかな。全然そのやっぱ自分のオリジナルの衣装があるものはやっぱオリジナルしか着たことないから、人の衣装ってあんまり気にしたことないけど、やっぱそうなのかな。最近の衣装もちょっと今度こっそりレイちゃんの衣装借りようかな私がまずレイちゃんの衣装当て込まれること一生ないもんねそもそもオリジナルでいらっしゃる限りレイちゃんは自分で着るじゃん。レイちゃんの衣装一緒のステージにその衣装で出るってなったら、そもそもレイちゃんが自分で自分の衣装着るし、でレイちゃんがいなかったとしても、その現場に例えばいなかったとしてもまず絶対に当て込まれないレイちゃんの衣装もういろん全てにおいてサイズ感が真逆すぎる全てにおいてのサイズ感が真逆すぎて一生当て込まれないわれいちゃんでもちょっと気になる、やっぱスカートの丈とか気になるの、短いのかなそうだから私ゆきりんさんの衣装めっちゃ当て込まれること多い。そうゆきりんさんかれなぽんさんのどっちかですね。チャチェックね、誰の着てたかな、いやわかんない、あんま着てないから誰のかわかんないよ。誰だみなちゃんの衣装も着たことないね。うん、本当になんかゆきりんさんかれなぽんさんかだなね、今後でも私のさ衣装をさ着る人とかいるかな、4期生とか。あ、萌えちゃんはなんか私の衣装着れそう萌えちゃんは着れそうだけど、4期生とかで私の衣装着てくれる子とかいるのかね。いてくれたらいいな。あ、確かにハルチュン着そう。ハルチュンはもうなんか全てにおいてシルエットが私だからハルチュンも確かに着れるわ、うん、萌えちゃんとハルチュンだな、私の衣装を着てくれる後輩はでも言うて渡り鳥ぐらい
たりどりしゃべぴくらいだよね。なんかそういう衣装として着るようなもの、あの別はだってそれぞれあるし、3期生も一緒、自分の衣装があるからだし、なんかポンコツとかオーサムとかはなんかもうそういうのじゃないから渡り鳥ぐらい、渡り鳥とあれかアルバム衣装とかしそしな衣装ぐらいか、言って私の衣装を着るみたいな機会があっても、なんかそう思うとね、まだなんか自分のオリジナル衣装もそんなに多くはないので、私自身もだから自分のオリジナルの衣装がもっといただけるように頑張りたいなって思ってます。そう、そんなに多くない私のオリジナルの衣装なんか自分のサイズにこう合わせて作ってもらってるような衣装っていうのはそんなに多くないから、なんかもっと作ってもらえるような、もう靴なんて伸ばさせないちゃんと私にぴったりの衣装を用意してもらう。優しさの重さ衣装ね、わかるよ、わかる、優しさの重さもさ衣装あると思ったよね。あ、でもどうなんだろう、今後披露するときに用意してもらえたりするのかな。 MV の衣装もね結構実はいろいろあったよ実はいろいろあったよ。でも MV の衣装を着てステージとかではさすがに披露しないと思うから、あの白のワンピース、あれね、あれステージ立てないよ多分薄すぎていろいろなんか見えちゃいけないものが見えるあれで、あれを着てはステージには立てない、むしろなんかあれをオリジナル衣装にしちゃダメ絶対優しさの重さのオリジナル衣装はこれですだ絶対できないから、ちょっとね用意してもらえたらいいね。せっかくやっぱ皆さんにその応援してもらっていただいた曲だし、衣装があったらいいなと思うけどね。まあでもまずは披露できたらいいなっていう気持ち、まずは初披露どこかでしたいよね。いつかできるといいなと思ってます。でも新公演の候補にもまああるっちゃあるもんね、 NGT の楽曲だけで披露するから。でもなんかさ、なんていうの、まあ、公演、新公演で NGT の楽曲だけでやるから、まあ、披露をできたらもちろん嬉しいんだけど、なんかやっぱさ最初はオリメンで披露したくない？そう、なんか公演の曲の候補にももちろん NGT の楽曲だから入ってはいると思うけど、なんかそれを一番最初の披露にはしたくないなっていう個人的な意見、やっぱオリメンで最初披露したいから。そうだってユーナとか入ってるわけじゃん。でそのさ、なんかユーナがじゃあその新公演に出ないっていうわけじゃない、そう決まったわけではないと思うけど、でも一応正規メンバーの新公演だからってなってきた時に、じゃあ初日から出るかってなったらその可能性ってそんなに大きくはないと思うし、もしそれでじゃあなんか新公演で初披露ってなったら、それはちょっと私は違うんじゃないかなって思っちゃう。やっぱオリメンで最初に、一番最初に披露するのはオリメンがいい、せっかくちゃんとオリメンが全員いる曲だから。なので新公演でもちろんやりたい気持ちもあるけど、まずはちゃんと全員で披露してからやりたいなって思ってるかな、そうだからまあ新公演の前にどこかに披露する機会があるのならそれでも全然いいと思うし、まあ、わかんないけど新公演がそもそもどういう風になるかわかんないけど、なんかそういう風にできたらいいかなとは個人的には思ってますでも絶対どこかしらではやっぱ披露はしたい、折り面で、いやそうなのよ、なんか本当にみんなのおかげでいただけてる曲だから、そうやっぱちゃんそこはちゃんとしたいじゃんね、衣装を含めて。まあ分かんないけど
どうなるか分かんないけど、なんかほんとちゃんとみんなで頑張った曲だから、みんなにもなんか見てもらえる、喜んでもらえる状態で披露したいと思ってるのでね。でもいつかはすごい公演曲にも入ってほしいと思ってる。やりたい。だって普通に可愛い曲だから、まあそもそも初披露もしたことがないので、オリジナルの振り付けとかも知らないからMV もさ、 MV 用の振り付けしかないから、そもそも振り付けがどうなるかとかも一切わかんないけど、楽曲的にはすごい可愛い曲だから、公演とかでやってもユニット曲とかとしてやっても全然可愛いと思うし、なんかやれるならやってほしいじゃん。全然やりたいけど最初はね、やっぱ特別だと思うから、ちゃんと披露できる機会が欲しいなって思う。ね、本当だからすごい新公演楽しみにしててください。そろそろ終わりにしようかな。公演あるかね、私今日言っとくけどこの後私は劇場公演に行くのよ。すんごいマイペースに喋ってたけど、私はこのまま公園に行くのよ。さすがにそろそろ終わりにしないと間に合わないんじゃないかっていう半になったら終わりにしようかな。はい、このあと公園やる人とは思えないぐらいゆっくり喋っちゃったけど、はい、見てください。公園ぜひ、日向さんの最後のNGT48 としては最後の生誕祭になるので、ぜひ見てください。外結構雨降ってきた。え、わかる、めっちゃ外暗いなって思ってた絶対天気悪いって思ってた。昨日ね、めっちゃいい天気だった。本当、でも本当にね、昨日本当晴れてよかった。本当に楽しみにしててほしい。なんかもう察してる方もいらっしゃるかもしれないけど、昨日本当にいいお天気でよかった。とっても素敵なお仕事をしてきたので楽しみにしててくださいもう早くみんなに全部見せたいあ、そう、七五三の写真わかる。もうなんかヒント、いろんなヒントありすぎて多分バレてる、全部バレてる、ね、七五三のね、子供がめっちゃ可愛くって、昨日その撮影しに行った場所に七五三の子たちがいっぱいいたんだけど、可愛かった。しかもさ、この前、先週ワムフェスでさ、ちびっ子たちに会ったばっかりだったからさ、なんていうの、ちびっ子たちのあやし方みたいなさ、なんかもう体が勝手にちびっ子をあやそうとしてる子供を見る目に変わっちゃう。そう、めっちゃ可愛くって、七五三の子供たちが超可愛かった。え、しかもね、なんかめっちゃ可愛かったのが、その七五三のとこに、七五三じゃ、私は七五三じゃないんだけどなんかその撮影に行く前に、そのさ、昨日の撮影場所に向かう時に、近くになんか保育園みたいなのがあったんですよ。なんかガラス張りになってたのね、その保育園が。したらさ、なんか子供がでもすりガラスで、中はちゃんとは見えない、ちゃんとは見えない、なんか保育園みたいなところが近くにあったんだけど、そこをさ、その撮影に行く時にさ、向かう時に通ったら、そのガラスのとこに子供がベターって顔つけててね本来であれば絶対に見えないはずの、すごいこう曇りガラスのところなんだけど、何歳ぐらいだろう、でもそれこそほんと3歳、2、3歳くらいの、多分見た感じね、2、3歳くらいの子供がガラスにベターって顔つけて、口がこうムニューってなっててめっちゃ可愛かった。そうなの。あとね、なんかその昨日のそのお仕事終わり、帰り道、普通に道走ってたら、小学生の下校時間だったんですよ。で、小学生の下校時間で、
小学校1年生のね女の子2人よ。で小学校1年生なんてさ、もうまだランドセルめっちゃ大きいじゃないですか、自分の体より、そのなんか大きい、自分の体よりも大きいランドセルを背負った小学校1年生の女の子2人がね、手つないでスキップして帰ってたの。あー何これかわいいって本当になんかもう絵に描いたかわいさみたいな。そう、小学校1年生の女の子2人だよ、女の子2人が手つないでスキップして帰ってて、もう本当にかわいすぎて、スタッフさんと、あ、もうあの子たちは悩みなんて何もないんだろうなみたいな、まだ小学校1年生だし学校楽しいしか考えてないんだろうなって言いながら、もう目が離せなかった、かわいすぎて。小学校1年なんでこんなにかわいいの、本当に愛おしくてたまらなかった。やっぱちっちゃい子かわいい、リアルちいかわほんとかわいかった、もう癒しだったね昨日は。だからすっごい幸せな気持ちだったよ、すっごい幸せ、お仕事もすごい幸せ、幸せオーラをもう浴びてきた、存分に浴びてきたし、うん、かわいすぎて、そう超かわいかった。夢ってスキップできる、舐めないで、できるから私の中学時代を知ってる？体操着片足だけまくって謎に長袖の体操着、片腕しか着なくて廊下をスキップしていく変人時代の話知ってる？舐めないで変な体操着の着方して廊下スキップして、先生に女の子なんだからやめなさいって怒られた人なんだから、スキップぐらいできるわよ舐めないで激ヤバ、普通にそりゃ怒られるだろうみたいな、女の子なんだからやめなさいってやばいよねそんなことしてた中学生ですから私は。いや、そろそろじゃあランキングを読みますね。13位ゆきりんさんありがとうございます。12位五代ゆうさくさんありがとうございます。11位ムービングさんありがとうございます。10位ニックネームさんありがとうございます。9位デラペンペンさんありがとうございます。8位白衣のカイトさんありがとうございます。7位ラーマさんありがとうございます。6位ファントムさんありがとうございます。5位トシさんありがとうございます。4位サバサンダさんありがとうございます。3位ナベチーさんありがとうございます。2位ヨシさんありがとうございます。1位ダイバーさんありがとうございます。それでは公園に行ってきます。すごい休みみたいな感じだったけど、すごく公園に行ってまいります。ありがとうございました。